お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらゴブドリ枯渇デッキやっていきたいなと思います。まあ枯渇といってもゴブリンバレルは入ってなくて、まあウォールブレイカーがね入ってるよという形なんですが、まあゴブドリはね壊れた瞬間にゴブリンがいっぱい出てきますので、まあそこにやっぱ防衛ウッドを割きたいだとか、まあそういったところで、まあこうやってウッド枯渇デッキがね成立しますよという感じですね。でゴブリンドリルとウォールブレイカーの組み合わせの相性がめちゃくちゃいいです。それによって今結構増えてます。ウォールブレイカー、ゴブドリー、この組み合わせですね。まあ中身はなんかいろいろね違うパターンがあるんですけど、で何がいいかっていうと、あのですね、ゴブリンドリルはディガーと違って無視されることがないんですよ。そのディガーってやっぱ3コスで、まあ、確実にダメージ与えられるものの、やっぱ無視されることがね何回かあるんですよ。こう攻めて相手に対応してほしいのに相手が無視してくるみたいな、で攻められてとかがあるんですけど、このゴブドリの場合無視されないんですよ。絶対相手が何か対応するんですよ。じゃないとマジで大ダメージにつながるんでね、まあ、そういったところでゴブドリを飛ばすと絶対何かユニット出してきます。なので出してくるタイミングぐらいでこうオールブレイカーを追加すると相手はさらにもう1枚カードを出さないといけない。で今ボンバーを逆に出したことによってコストがなくてだったりちょっと間に合わなかったり、出したところで爆弾が入ってしまう、ウォールブレイカーが入ってしまうってことによって、結構ねダメージが通りやすいんですよね。まあこれですね、これもなかなかだから防衛がすごい大変なんですけど、これ相手のねゴブドリの位置がラッキーでまあ耐えれましたんですけども、そういう風な感じでさっきのねタイミングですね、ゴブドリが着地するぐらいのタイミングでウォールブレイカーを飛ばしてあげると相手は絶対ユニットスタックなので、まあ、2枚以上コストを割かせられる、またはダメージが絶対入りますっていうのが強い、理由ですね、このゴブドリの。でロケット奉仕もゴブドリとすごい相性が良くて、その絶対ユニットで対応してくるんですよ。これだからロケット奉仕が刺さるよねっていう理論ですね。なので今このロケ砲だったり、まあウォールブレーカーだったりが結構増えてる気がしてます。これ言うのがねもう辛いんですよ。まあ、ウォールブレイカーこれ単体でもね今ちょうどコストがなかったので、もうゴブドリをちょっと優先して防衛しないとマジできついきついになっちゃうんですよね。で今回今相手の攻めが結構うまくて両サイド削られてるんですよ。となると僕はね1本もし折っても折られて1-1になった場合結構ピンチになるんですよね。だからここはもう両サイドをいい感じに削らして耐えたいと思います。さあでボンバーおーい、スケルトン部隊もいましたね。今回ウッドとかがないのかな、もしかしたら僕の対戦相手は。さあ拾っていくよ。で最悪このドリル受けてもいい気がしましたね。よいしょ、ドリルで耐えていけば、まあ僕は一応ウッドとかがあって相手ウッドがねえか、ファイボがあったな。でもファイボがあるならちょっとやだな、吹き矢無双はしそうなんですけどね。さあ耐えます。でダークプリしたかな。で壊れるぐらいなんかいいタイミングでウッド打ってればいいんですけど、こうもうね早めに打たざるを得ないんですよね、ウォールブレイカーがいるんで。で早めに打ったら打ったでゴブドリのねゴブリンが生きてくるので、ちょっとそこはね気をつけていかないと難しいんですよね。おお、押していく。出た、なんかツイッターとかで出回ってたやつですね。ユニットを押すんですよね、ドリルが。さあいい感じに入っていく。さあウッド2周ですね、ウッド2周なのでウォールブレイカーに当ててえな。おい、逆サイ来た。もうそんなバカだ。ここに来て逆サイ。さあ、これはウッドで全部美味しくいけるんじゃないのか？オッケー。タイミングを誤ると、今みたいな感じでね、美味しくなるんですけど、さあ、ドリルのね、爆破ダメージプラスの、ウッド圏内かなとは。さあ、あとはもうウッド圏内。おい、ナイス。生まれたすぐのゴブリンが殴って、グッドゲームというわけで、最後のね、ちょっとだけ削りたいときは、ゴブドリの奥側からねゴブリンが生まれる仕組みになってますので、まあ、タワーの手前側のね部分ですねにゴブドリを飛ばしてあげると、まあ、この辺ですね、基本的に生まれたすぐのゴブリンが殴りやすいですね。なんでまあ奥側に飛ばしてもいいんですけど、奥側といっても外側の奥にしないとキング起動とかもされてしまうので、まあ、飛ばす位置によって結構ねダメージ量とかだったりなんか防がれ方がすごい変わってくるので、まあ、それも大事かなと思います。さあバルキリーとか咲いたらねゴブドリをね結構飛ばしていきたい。やっぱゴブドリって相手にダークプリとかバルキリーとかがいなかったらめっちゃ活躍するんですよ。でそれの逆もあって相手がそういう優秀な武器を持ってたら全然活躍しなくてただただカウンターを受けるんですよね。
だから飛ばすタイミングとかもね、重要っちゃ重要なんですよね。さあ、ダークプリでね、受けていきます。これもね、勝手にカウンターになるんでね。さあ、からの、アイゴレつけて、逆サイドリルとかでもいいんだけどな。飛ばすか。これエレキだけだったら耐えれないでしょ。いや、いい受けだな。いい受けすぎるけど、ダークプリ殴ってくれるんじゃない？いや、これ本当にうまいですね。ダークプリずっと温存してますね。僕のゴブドリオに。というわけで、ここ耐えていきたいね、一回。スケとロキ砲で。よいしょ。で、陸受けちょっとなくなったら、ウォールブレーカー釣りとかしてね。攻めながら守っていきます。で、このロキ砲で、まあ、金ケットされたらされたでしゃあなしですかね。オッケー、一発でかいですね。で、ドリル来たらドリルちょっと優先して守りたいね。さあ、これマザネクもちょっとね、呼びたかったな。呼びたかったけど、呼んでくれてくれないか。痛えな。マザネク地味に火力高いですからね。そう。おっと、何のおっとや。まあ、ダクプリ神器ですね。これも今めちゃくちゃ流行ってる。超強いんですけど、まあ、回転が速いのと、相手がやっぱタルババなので、僕のドリルの受けがね、ダクプリいない、2周目、こっちの方がサイクルが速いので、そういったタイミングちょっと狙っていければ全然あると思います。さあ、で、ウォールブレイカーもちょっと飛ばしつつ、次ね、ダクプリがいないので、この次のタイミングでちょっと、ゴブドリ、ウォールブレイカーとかも狙いながらね、さあ、ダクプリで拾ってあげつつ、延命してあげると熱いですね。さあ、ここね、ちょっと狙いたいですよね、僕は。よいしょ。これが強いんだ。防衛5とかしなきゃ止まんない気がする。いいよいしょ、両方入っていく。いや、熱いな。今ので大ダメージですからね、マジで。一瞬にしてね。でさ、ユーノとかも受けつつ、ダックプリだけはね、温存します。ダックプリ以外はもう何使ってもいいんでね。で、そろそろ前にばっかやり始めたので、奥に飛ばしたかったんですけど、相手がマザネクでちょっと警戒してきたので、一回捨てたいと思います。まあ、相手が警戒してるならね、無理して飛ばす必要ないよねっていう。で、ウォールブレーカーも飛ばしてあげると、相手はね、これにタルババを転がしたいんですけど、飛ばすタイミングがちょっと早くなるとね、ゴブドリから生まれてくるゴブリンとかが残ってきたりしますので、なかなか防衛が難しいですよっていうのが、このゴブドリウォールブレーカーですね。なんかせこいんですよね。ゴブドリに絶対対応するんで、ウォールブレーカーの対応が間に合わなくなるんですよね。そう、ディガーとかだったら、そのディガーウォールブレーカー来るかもで、もうテスラとか置いとけばいいんですけど、テスラとかを置いたところで、ゴブドリからのゴブリンが結構ダメージ与えるんでね。施設1個、まあ、ボムタワーなのかな。本当にこの今、ゴブドリウォールブレーカーが流行ってて、それを倒すのってなると、マジで施設だったらボムタワーしかないと思いますね。なんで、ボムタワーがもしかしたらね、流行る可能性もまあないことはないよねぐらいかな。もともとゴブドリを完封できるから強いんですよ。押すね。さあ、これはペックが竹取って、竹の子がね、竹取ってくれてる。一発入るね。ナイス。いや、結構ダメージ入りますね。しかもね、この流れてきたユニットは後から回収できると。この、なんて言うんですか。相手が形を作りにくいんですよね。その、後からウォールブレーカー追加すると、やべ、ウォールブレーカーにも対応しなかったっていうので、ゴブドリに対して1枚と、ウォールブレーカーに対して1枚割いてくれて、その、作りたい形を作れないんですよ。さっきみたいな感じで、もうエレキベッカーの形になったりだとか、まあそういったこともね、結構あるので、それによってね、相手の、こう、ペースをつかませにくいというかね、ずっと僕のペースで戦えるんですよね。一生飛ばすだけで。さあ、というわけで飛ばしていきます。ゴブドリからのちょっと遅めぐらいでいいですね。さあ、ウォールブレーカー。ではこれね、両方守るのがむずい。ウィザード出したことによって、ウォールブレーカーが止まりませんよっていう。まあ、その代わり、6コス使ってるので、僕もね。まあ、言うて6コス。さあ、ここは一回ね、防衛に回っていきたいなと、思います。で、このロケホの枠ですね。プリンセスの方も一応あったんですけど、まあ、それはもう好みなのかな。でも、ロケット押しの方が強い気がします。ロケホプラスのドリルの組み合わせがやっぱ、バカ強いのと、あと、大型ゴレ、ジャイ、ペッカかなとか、ロイジェとか。まあ、そういうのにもやっぱロケホが活躍するんで、で、今期は、今んとこね、ドリル入ってないデッキは、ペッカとゴレがちらほらいるかなっていう印象がありますね。他はちょっとあんま見てねえな。なんか、その辺はね、あんまりドリルが流行ってもそんな関係ねえっていうような感じで使われてます。さあ、もう今ゴリゴリにね、いっちゃいましょうか。もう勝てそうなんでね。早めに、キングを追ってあげて、相手を楽にしてあげます。ダックプリは走ってくれる良さと、
あとはスペルで丈夫なのもいいですね。ファイブ打たれてもライトニングとか打たれても絶対耐えますので、ボンバーとかだとね、攻め矢の雨組み合わされたりとかしたら、それだけで意外と怖かったりとかもありますので、さあドリルオールブレイカーしょっぱながらね、やっていこうかな。これ絶対ダックプリとかバルキリーとか来るんですよ。お、竹取れてねえな、痛えな。さあ、ファイボゴブオリ、ちょっとレアですね。いやー、ゴブドリがゴブオリ倒しそうだったな。惜しいね。さあ、オリファイボー、なんだろうね。ロイジャイとか、なんかあんまわかんないですね。なかなかレアな気がします。さあ、これでもう僕回ってるんでね。どうする？さあ、ホバリング5。いや、わかんねえな。ちょっとオールブレイカーもう一回同じようにしていきます。しかも、エリババ。いや、わかんねえな。いや、わかんねえな。何のデッキや？本当に何のデッキや？親衛隊ロイフグかもしれないな。親衛隊ロイフグ、エリバババージョン的な？可能性ありそうだな。ホバで、オリで、ファイブヒースピなんで。そんな気がしないこともないね。これをだから、なんかで金が起動か？さあ、ああ、オリー、これはラッキー。さあ、飛ばしましょうか。で、あれ、ウォールブレイカーも釣れないと思うので、タイミングずらしてね、ウォールブレイカーいきます。で、相手多分、樽だと思うんですよ。そう、だから、これね、どっちに樽ババ使っても、どっちも入るっていうね、最悪な戦術っすね。いや、これ、強いんすよね。さあ、親衛隊ロイホグの、ロイホグが、なのか、まあ、なんかが、エリババになってます。ロイホグなのか、でもヒースビタマンな、多分ザッピーを抜くはないと思うんですよね。さあ、アイゴルでちょっとね、キッコ抜きつつ、ドリルもあるし、ダックプリもあるんで、浮きはね、結構優秀な気がします。いや、これ強えな。マジ、親衛隊エリババメタ。なんで今、エリババはめっちゃ減りました。ちなみに。あんなに強かったエリババも、ほとんど下放されず、ね、気づけばめちゃくちゃ減りましたね。それぐらいね、檻が優秀すぎてね。さあ、ここちょっと嫌な形ですが、困ったらドリル置いてもいいと思うんですよね。ヒースピがちょっと怖い。まあ、ここは大丈夫なんじゃない？さあ、ロッキホグが守ると。で、キング起動してるからなーとか思いながら、よいしょ、ゴリゴリに行きます。これ強いですよね。檻ウォールブレイカー。しかも回転早くて、こういうカウンターが来るのも全部ロケット押しで回収できるんですよ。ナイス。で、こういうとこもちょっとね、延命とかしてあげると意外とね、でかかったりします。さあ、ドリルね。見せ場がちょっと攻めでしかなかったんで、一応この子防衛も活躍できるんだよっていうのをね、お見せしていき、まあそんなわけでね、エリババは久々に見ましたね。マジでいないっす。ゼロに近いって言ってもいいぐらいいないです。まあそのゴブドリに強い、弱いというよりかは、ゴブドリメタのバルキリーダックプリが流行ってて、そのバルキリーダックプリにやっぱ狩られる。で、ニアード取られる。別にダックプリバルキリーあたりに弱いわけではないんですけど、なんかうまいこと回収されちゃいますよね。そこまで相性いいキャラではないので、リボー自体ね、ダックプリバルキリーに。そう、そういったところで結構減った気がしますね。さあ、初手からドリルぶん投げます。これ、もし攻めてこられてもね、守れるんでね。さあ、流行りのボンバーです。で、基本的にこの横あたりに投げられやすいので、横に出しとけば、まあ、大抵は守れます。一発いてー。さあ、ボンバー、ゴブドリ。バルキリーとかはね、セットで当たり前にいますね、このデッキは。さあ、一発。いや、キング起動だ。うまい。いやー、できんのかい。これ、ラッキーですね。取るね。ちょっとわからんすよね。最後のボールブレイクとかしちゃってね。いや、マザネクのタゲによって、神。で、あの受けちょっとやだな。これ、ダックプリ、あんま使いたくないんですよね。やっぱ、ゴブドリをね、取っておきたいんですけど、まあ、ここはスケで受けたらいっぱい豚来るんで、しゃあなし。さあ、ダックプリ残ってるので、ドリルも組み合わせつつ、さあ、相手は防衛ドリルですね。でこのロキホがね、そこそこにいい味出してくれます。相手のボンバーも、やっぱ強いと。ウッドで回収しつつ、で、オールブレイカーもね、飛ばしていきたいですね。相手のデッキなんだろうな。トルネあったもんな。トルネのドリルはわかんねえっすね。これとかワンチャンのかな。なんか、トルネドリルの、ボンバーってちょっとわかんないっすね。そう。マジわかんない。スケラ
スキラにドリルはね、あんま入んないと思うんですよ。いらないと思うんですね、スキラ。だからそういうのではなくて、インドラ取るね、さあ、まあ、なんかのデッキでしょう。もしかしたらドリルだけどね、取るね、プラスの、LJ 君来ましたね。LJ 君にはしっかりドリルでね、対応していきましょう。で、LJ とかにも、やっぱりね、優秀なのはロケット推しなんですよ。最近ね、ロケット推し結構暴れてる気がしますね。なんか、前シーズンも、テスラロケホの、ホグデッキだとか、結構ね、ロケット推しいろんなところで使われてるんですよ。で、今季もそこそこ強くて、だから普通にな、下方もしかしたら来てもいいんじゃないかなっていうぐらいの強い、相手のダックプリ優秀すぎん？今走れなかったでしょ無理しすぎじゃない？運動量超えてるけどな。さあ、ロケット星ね、これだって今やばくないですか？ね、えぐいっすよ、普通に考えたら。で、まあ、ドリルも、レジャイ防衛のね、さを使ってあげて、スケがね、豚にならない。ちょうどいい、絶妙ですね。で、アイゴルとかもちょっとね、このゴブリンをね、家らしく行こうかな、思って。からの、ウォールブレイカーとかも追加してあげて、なんだかって400なんでね、ドリルとかも組み合わせてあげると、もういろいろね、止まんないんじゃないかな、っていう思いがありますね。いや、強えな。マジで。これ、グイっすよね。このロケ砲型。エレシャイに強く、大型にも結構戦えそうですもんね、万能で。いい味出してますよね、すべてのユニットが。透けて高回転だし。そう、よろしく。で、クロスとかも今いないんでね。多分こういう敵はクロスに勝てないんですけど、まあ、ドリル行ったらワンチャン。でも多分きついかな。クロスはきついんですけど、もうクロスはもうゴブドリになってるんでね、今。相性、普段だったら相性悪いようなデッキがちょっと減ってるのもね、あるかもしれないですね。もうドリル目立っとけばいいみたいな。ドリル界の頂点デッキがうろうろしてますね。ドリルメタのドリル。いろんなドリルが。まあ、そのうちの一つなのかな。いや、個人的には結構使いやすい方のデッキだと思うんですよ。いろんなドリルが今あるんですけどね。ちょっとまたね、他のいろんなドリルもちょっと紹介したいんですけど、今日はちょっとコカッツドリルでね。いきます。さあ、ダクプリですね。ダクプリも当たり前に入ってきてるね。ウォールブレイカー飛ばします。さあ、ダクプリ、インドラ、ボンバー、マザネク、メガナイトとかなのかな？メガナイト、ラムライダーのドリル版とかはすごい可能性あるかなと思うんですけど、どうなんだろうね。あの、タゲちょっと怖えな。いや、ナイス。いいタゲしてんね。さあ、吹き矢残ってて、ドリル行くんすけど、もしかしたらメガニートくん。いや、違うな、ドリルだな。じゃあ、ドリルは俺、檻だな。ゴブ檻ですね、今回の。ゴブドリは使わないと。そう。ゴブ檻ではなくゴブドリ。もしかしたらですけど、あえてエレジェイくん？これもしかしたらエレジェイじゃないですか。いや、歩かせます。一発しか入らねえよな。さっきと同じっすね。だからマザネクヒンド。これさっきもそうっすね。いや、来た。これ、あれだ。エリジェイ、エリジェイ。絶対エリジェイだ。マザネクエリジェイも、まあ、普通に使えますよね。まあ、けど、ゴブドリが多分きついと思うんですよね。まあ、でも、このデッキの場合はマザネクがちょっときついんで、ワンチャンマザネクにね、やられたりだとか、今だと特に僕、ドリル裂いちゃったんで、こういうタイミングで来られると、結構嫌だなっていうのありますよね。さあ、ケツから来たの助かるな。もし今、端前から来てたら、もうできるだけ低コストですね。スケアイゴレとか、もうそういう低コストで分回して、ゴブドリ回してましたね。さあ、ロケ砲強えからな。ロケ砲で守りたいっすよね。で、ダークプリでね、芝居ていきつつ、トルネでね、全部が巻き込まれないような位置に、よいしょ、ロケット砲士とかユニットをね、ちょっと配置してあげて。さあ、トルネ使ったんで、ここは無双するよと。で、ウォールブレイカーがね、マジで刺さるよって、この辺によくボンバーが来てくるんですよね。違ったー！もうちょっと違ったらいい位置だったな。さあ、ボンバーとダックプリでね、回収されるんですけど、相手の攻撃はもう通んないので、ぶっちゃけね。さあ、僕はもうこっからね、高回転の鬼ですよ。いきます。ドリルウォールブレイカーですね。やべ、これ待って。あー、痛いね。トルネで全部いかれるね。ナイス。これちょっとあれだな。マッチョにスケとか殺してもらいたい。ナイスナイスナイス。マザネク、マジで、このデッキからしたら厄介なんでね、僕気をつけないといけない。本当にマザネクエグいっす。マザネクで負けます。マジで。さあ、今トルネ使った、ロケット推し最強。ロケット推しとウッドがね、ウッドも強いんだよな。さあ、ウォールブレイカーとか飛ばしていってね。相手はいろいろね、したいですよ。ライトニング打ちたいね。打つね。打つけど、みたいなね。
さ、一発も入りませんが、相手の攻めの方が通らないですね。よし、もうこれはドリル、ウォールブレーカーとかで終わるんじゃないのか。よいしょ、ウッドでダメージ稼ぎつつ、この一発ね、ほぼ確定で入る、ゴブドリ。あと、爆破ダメージもあるんですよ。確実なダメージがタワーへ、マルチで30とかだったかな。このもう普通のモードだといくらかちょっとわかんないんですけど、20ぐらい確定ダメージがあります。これ140から生まれた瞬間21ダメージがね、ありましたね。これ、昔のゴブリンバレルも、樽が割れたダメージみたいなのがあったんですよ。まあ普通樽がね割れた瞬間いてってこう、まあ誰でもなると思うんで、そういうダメージがあるんですけども、なくなったんですよね。やっぱ強かったから確定ダメージ。だからまあそういった確定ダメージも、ね、修正でなくなりそうな気がします。というわけで、まあ爆発炎でこれ、枯渇ね。しかもすごい使いやすいと思います。個人的には超おすすめなので、ぜひ皆さんこのね、枯渇ドリル使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いいたします。では、大塚ちゃんでした。またね。